ゆうきでございます。今回はサンドイッチカウラー皆様に実演させていただきたいと思います。解説はね、また後ほど解説させていただきたいと思います。今回は B のトランプを持ってまいりました。8です。僕の場合サンドイッチカードとあまり呼ばずね、探偵カードとして、マジックを行うんですけども、とりあえずね、探偵となるカードもうすでに2枚出しております。そうです、ジョーカー2枚ですね。この2枚のジョーカーを使って、まあ、犯人を探し当てるっていうのは一応探偵カードということになるんですけども、適当にじゃあ1枚に使うんですけども、どれがいいでしょうか。これにしましょうかね。はい、じゃあこのカードを覚えてください。いや、混ぜるんですけども、さて、この犯人ね、当てることができるのかと。でも大丈夫なんですね、この2人のね、探偵さんが見つけてくると。はい、じゃあ2人が、その犯人を、まあ、挟んでいくわけなんですけども、まず1枚ですね、こちら白黒なんですけどもね、こちらは色がついている、探偵さん、まあ、名前は何でもいいんですけどね、まあ、コナンと服部でも呼んでおきましょうか。この2枚のカードね、ご覧いただきたいと思います。これを1、2、3と叩いてあげるとこれで1枚、これで犯人は捕まえました。ではもう一回行きたいと思います。クローマのさん中に入れて混ぜますね。はい、選んだカードがどこかにはあるんですけども、この2枚のジョーカーが、今回ねまた見つけてくるんですけども、これ中に入れてあげるんですね。中に入れてあげると、まあ、これ出てるからね、白くなってるところがあるんですけども、これ1回鳴らしてあげると、あ、1枚挟んでますね。そうですね、これがそうクローバーの3、犯人でございます。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もご覧いただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。